百人一首十五、高校天皇の歌です。君がため、春の野に入れて若な積む。我が衣でに雪は降りつつ。歴史的仮名遣いはありません。高校天皇についてです。皆さん覚えていますか百人一首十三の養禅院。 天皇の位についていた時は、要税天皇と言われていましたね。その要税天皇の後を、なんと五十四歳で継いで即位したのが高校天皇です。穏やかな性格で歴史に詳しい天皇だったようですね。この高校天皇が時安親王と呼ばれていた時代に。読んだ歌がこちらです。 君がため。ととあありまますすね君君そうなた言っていがためがは皆さんもお分かりですね。格助詞です。そしてのと同じ意味を持ちます。ですから君がためであなたのためにと訳せます。気になりますね。 あなたどんな人なんでしょうねそしてその人のために高校天皇は春の野に出かけていって若菜を積んでいる我が衣でに雪は降りつつ。 衣衣では衣服の袖の袖ことです。私の衣服の袖に、筒ですけれども、接続助詞です。はい、覚えていますか百人一首4、山辺の赤人の歌にも出てきました。富士の高根に雪は降りつつ。それと同じです。反復や継続を表します。ということで、 雪が次々に降りかかってくる非常にスムーズに現代語訳することができましたねそして初めから最後までとどまることなく一気に読み進めることができましたでは始めからもう一度「君がためあなたのために春の野に入れて春の野に出かけていって若菜摘む若菜を摘んでいる」 我が頃までに私の衣服の袖に雪は降りつつ雪が次々に降りかかってくるはいこの内容の歌ですではおしまいというわけにいきませんね、えー、非常にさりげないのですが、えー、皆さんこの季節はいつだと思っていますか 春ののって書いてあるじゃないか。じゃあ春だろう。うん、それは悪くありません。で、春なのに雪が降ってくる。うん。まあ総解釈できなくもないかもしれませんが、古文における春は今の季節の春とは違います。昔は太陽暦ではなく陰暦でしたので、ほぼ陰暦の1月から3月を春と言います。 あの今でもお正月のことを新春と言ったりしますよねどう見ても冬の季節なのに新春春という言葉が使われますそれと同じようなイメージを持ってくださいでは鋭い方はもうお気づけだと思いますこの和かそう和かとは春の七草のことですね 皆さん年が明けてしばらく経った頃七草粥ゆ食べたことあるんじゃないかと思います。セリナズナ五行箱ベラ、仏ののこれらがの代表です、えー。古くからお正月にそれを食べると邪気を払い病気を除くと考えられていましたちなみに「源氏物語」にも「ワカナ。 タイトルとなっている第34条の中にも出てきます。ワカを積むということは、そしてワカを送るということは、相手の息災や長寿を願う気持ちによるものなんですね。では、はじめにお話を戻しましょう。君、あなたとは誰か。 実はね分からないんです送った相手が恋人かどうかも分かりませんさらに言えば男性か女性かも分かりませんとにかく当時の時安親王にとっての大切な人というわけなんです。 ただ、ご身分を考えてですね、実際に親王自らが若菜を摘みに出かけていって、自分の衣の袖に実際に雪が降りかかってきているとは考えにくいです。ただ、そのような場面を実際に思い描きながら読まれたことは確かだと思います。ちなみに、この皇后天皇ですが、忍者の帝、または小松の帝とも呼ばれます。 この高校天皇の系統から、後の宇田天皇、醍醐天皇、須作天皇、そして村上天皇、天皇自らで政治を行い、さらにそれが、とてもいい時代が続いた、と評価される天皇たちです。その時代を作るターニングポイントになったのが、この高校天皇の存在にあると言えるかもしれません。 この百人一首十五人は、そんな天皇のお姿が垣間見れるようですね。さらに、この歌の持つ隠れた魅力は、色です。若な春の七草ですね。当然ながら色は、そう緑です。そして、雪は、はい白は冬のイメージカラー、緑は春のイメージカラーですね。 冬と春、2つの季節がちょうど混じり合う。そのイメージを私たちも忘れずに、頭の中の絵のポイントに入れておきたいですね。和歌の力というのは大きいです。たとえ実際に時安親王高校天皇が春の野に出て、そして自分の手で和歌を積むようなことがなかったとしても、 そのようなお姿が想像できること。さらに誰か大切な人のことを思いながらそのような表情を浮かべて衣に降ってくる雪を見つめているであろうこときっと手には緑の若菜が持たれていてその上にも雪の白がかかっているこのようなことが一瞬で描かれるんです。 はでは最後に「です君がためは」はと聞こえてくれば「わが衣でに」の札を取りましょう。えー、少々長いですね。ということは、えー、途中まで同じ言葉を持つ歌が他にあるということでもあります。 かるたを取るとき、お手つきしないように気をつけてみてください。君がため、春の野に出て若なつむ、我が衣でに雪は降りつつ。百人一首十五、高校天皇の歌。以上です。